群馬の由美子です。こんにちは。今日は2022年3月7日月曜日です。私の YouTube を見てアドバイスをくれる友達がいるんですけど、ちょっとサムネイルを頑張った方がいいんじゃないのって言われて、ああサムネイルね、そうだよね、サムネイルってなんだっけって言うんでね、そこから始まりましてね、あのみそちゃんの水色のやつか、あれいいよねって。で、ちょっと調べましたら、サムネイルとは、お見合い写真や看板のようなものであるって書いてあって、ああ、お見合い写真が立花隆じゃちょっとまずいと思って、前回の動画のサムネイルが立花隆だったんですけど、お花の絵とイルカちゃんに変えました。で、今回もね、そのような感じでやっています。で、ブランディングっていうんですかね、群馬の由美子チャンネルといえばこの感じっていうので、いろいろ考えてやっていこうと思います。それで針の先生に聞いたら、キャンバっていうソフトがサムネイル作るのに便利ですよって言われて、ああでも私のパソコンにそういうのインストールしたら重たくなっちゃわないかねって心配って言ったら、あそれはアプリをダウンロードしなくてもいいんです、ウェブ上で作って、それで、そのできたやつはダウンロードできるっていう、今そういう時代なのつってね、それで早速ねキャンバでやってみました。そしたらねすごくって、なんか様式なんていうんですか、いろんなデザインもいっぱい入ってて、すごい素敵なおしゃれなやつがね、でそこから選んでできるわけですよ。で、私はだけど空白の白地のところで自分で作っちゃったんですけど、でもサムネイルの大きさをね自動でやってくれるんです。16対9という 1280×720 ピクセルっていうこの大きさにね自動でしてくれるんでね、本当に便利です。皆さんもよかったら使ってみてください。それで今日はねエンドゥさんの YouTuber 入門講座を受けてからいろいろいいことがありまして、感謝と引き寄せの法則の動画にしました。まずね講座を受けてた時に Zoom で受けたんですけど、そうすると後ろの壁とかが映るでしょ、真っ白で何にもなくて殺風景なんですよ、うちの壁がね。ああ私絵描けたいってずっと思ってるんですけど、なかなか重い腰が上がらなくて、でもそのズームのね画面を見たら、これは描けなくちゃと思ってね、描けたい描けようと思って、何年も前に裸の状態で額のない状態でなんか中古屋さんにこうポイって置いてあった絵をね買ってあって、なんか気になって買ったんですね。それをね額に入れてもらいました。前橋の四季画材っていうね画材屋さん行ってね、私こういうのあんまりわからないんですけどどうしたらいいですかねって相談しながら、額はお好みですから、サイズはこれですねっていうんで、でこの絵の周りのなんていうんですか、この余白のキャンバス地が貼ってあるところがもう古くなってたんで、それも変えてくれて、でこんな素敵な感じになりまして、壁にかけたらこんな感じになって、あこれで今度いつズームやってもあら素敵な絵がかかっているってみんなに思ってもらえるわ、自分も画面を見て満足できるわと思ってね、よかったと思ってね。それでねこの絵がねまだねタルタリアとかさマットフラットとか全然知らない時に買ったんですよ。ところがなんかこの建物がタルタリア様式っていう感じがしませんか？縁があるなと思って、でねまたねうちの母親がこれじっと見てね、なんやこれ曲がってるなんかって、確かに曲がってますよね、なんか斜めに塔が傾いてる。これはこの絵描きさんが下手なのか、それとも本当に斜めになっているのか、これはマットフラットでねちょっと傾いちゃったっていう可能性もありますよね。
いろいろね、想像が膨らむ絵でした。まあそんなわけで、それでそれが一つです。もう一つはね、あの画材屋さん行った時に、もうこれも何年も前に知り合いのおばさんが書いてくださったね、カリグラフィーの素晴らしいカードがあって、すごいでしょう。これもね、額に入れて飾りたいって思ってて、やっと一緒に色画材に持って行って、あの額装してもらいました。でそれで iPhone でね、動画を撮って、おばさんこんな風に飾れました、やっとありがとうございましたって言って送ったんですよ。そしたらおばさんが、おばさん耳どうなってなーって、ああそうなんだって言って、でその時ですね、遠藤さんが YouTuber 入門講座に出た人の、 あの LINE グループっていうのを作ってくださってて、で針野先生が、そんなサポート体制があるんですか、すごいですねとか言ってたんですけど、そう、それでね、そこでね、いろいろ相談っていうかね、まあこんなのが良かったよとかさ、そういう話もできるんですよ。それでブリューっていう字幕を自動で起こしてくれるソフトがいいよって皆さんが言ってて、でへーって思ってたんですけど、で YouTuber 講座でもそのブリューのことはね、エンドゥさんが言ってたんですけど、まあ、私字幕つけないし関係ないやと思ってあんまり聞いてなかったんですよね。でそしたらその後のその LINE グループでそういう話が出て、ちょうどその時に私がこのおばさんに送った動画が、ちょ声が聞こえないと、あこれはブリューで字幕をつけようと思って早速つけて、そしたらとっても簡単にできて、あの初めてのことする時ってすごくハードルが高いでしょ。でこうよこいしょってこうやる何かその、動機があるとやりやすいじゃない。でこれその動機付けをおばさんがやってくださったわけですよ。それで字幕つけまして、でちょっとやっぱり手直しをしないと字がおかしいところがあるんですけど、まあ、それでつけて送り直しましたら、あよくわかったって、ありがとうって言ってくれて、で私も本当にあのおばさんにありがたいなって思います。やっぱりこういうチャンスをね、なんていうか作ってくれる、必要性がないと人はやらないんですね。でそれが2つ目のいいことで、3つ目はですね、あのエンドゥさんがご自分の SNS に、私の動画を上げてくださって、 YouTuber 入門講座を受けた人のこれが感想ですっていう感じでね、このまこさん の偽物のまこさんと本物のまこさんが並んでる動画、これを紹介してくださったんですよ。これは何ですかね、 Twitter じゃないんですよね、こんなちょっと私あんまりよく知らない、インスタグラムとかですかね、わからないんですけど、そうしましたら、でまだエンドゥさんは今でも YouTuber 入門講座を定期的にあの開いてらして、それの宣伝も兼ねてっていうことでね、あのそうしたらすごいたくさんの人が見てくれて、なんか5000回とか、もっと今8000回ぐらいに再生回数がなってたりして、もうでチャンネル登録者がすごく増えて、年末つい2ヶ月ほど前にね、6人の登録者の皆さんなんて言ってたのが、今や、今日は458人のチャンネル登録者の方がいらして、本当に皆さんありがとうございます。まだ動画も8本ぐらいしかないのに本当にありがとう。これがエンドゥさんのブースターショットだわと思ってね、感動しました。でその次にあった引き寄せの面白いことはね、一緒にその講座を受けてた、校長先生っていう方がいるんですけど、その人の動画をその朝見てたんですよ。でまだエンドゥさんが紹介してくれたっていうのは知らない状態でね、そしたら願望実現を加速させる方法を知らないと遠回りっていうね、動画見てたらね、あの本当は願望は3日ぐらいで実現するんだよとかって校長先生が言ってて、で一番それを阻んでいるのは自分自身だと、私なんてできないとかね、そんなことありえない、無理無理、そういうエゴっていうんですかね、それをどうやってこういなしていくかっていう方法を教えてくれてて、はあ、勉強になるなと思って、それを見てたら
エンドゥさんがそうやって紹介してくれたっていうことでね、でチャンネル登録者いっぱい増えて、再生回数もいっぱい増えて、本当に願望って実現するんだわーなんてね思いました。でこの校長先生のね、ラーニングピラミッド、学習効率を倍にする成功者メソッド、この動画もねすごい勉強になりました。これが面白くって、あの習ったことはねなかなか定着しないっていう話で、講義を聞いてるだけで 5%、 本を読むと 10%、 視聴覚、目で見て耳で聞くとそれで 20%、 デモンストレーション前でやってくれてるのを見ると、あの学んだことが定着する。でこっから下がアクティブラーニング、自分が、動くわけですね。そうするとぐっとこの 30% から 50% に定着率上がるの。これがグループ討論。その次が 75% 自ら体験する。だからグループ討論が、YouTuber 入門講座であり LINE グループなのかな。で自ら体験する、それはやっぱりこうやって YouTube 上げていくことですよね、動画を。でその次他の人に教える、これで 90% 定着。これはだからブリューを使ってよかったとかいう話をここで少しすることでも、まあ、他の人に教えてることになるんでしょうかね。これがね、あの大変勉強になりました。それで、まあ、校長先生ね、最近あのたわしっていう名前に改名されたんですけど、すごい可愛い方なんですよ。シンガポールにお住まい、ダイエットのジムを経営してらっしゃる社長さんなんですね。すごいね、可愛らしい方でしょ。今後もえげつない攻撃が予想される。これは現在第3次世界大戦中だっていう、情報戦の最中ですよって、私も同感なんですけど、これ、ね、いいんですよね、こう自分軸で生きないとこれから大変よっていうことをねおっしゃってます。それで私もね、こうロシアと、ね、ウクライナの話でね面白い情報をね得たんですよ。だからそれをね、あのちょっと別の動画にしてすぐに上げたいと思っています。で金がね上がってますね、やっぱり有事の金。副島先生がね4000円台とかの時ですかね、8000円まで上がるぞっておっしゃってて、で私周りの人に8000円まで上がるって副島先生が言ってるよって言ったら、ならへんならへんって言ってる人いましたね。上がりましたよ。でね、あの銀シルバーですね、これもね一緒にね上がってますね。ちょっと前まで95円とかだったのに今108円とかね。だから銀だと買いやすい値段ですから、皆さんどうでしょうか。まあお金のある人は金買ってもらって、銀貨なんか1オンス銀貨とかね、私先月ぐらい買ったのかな、そしたら3、4千円とか4、5千円か、4、5千円ぐらいでね。でそれ甥っ子にこの間お祝いであげたらね喜ばれましてね。でこの銀の価格の変動をね気にしたりしてると、こうどうして銀の値段が上がったんだろうかなんて思うと、世界に興味が向いて世界とつながれるんだよなんて、ちょっとねおばさんらしいことを言いまして、そうなんだっつってね甥っ子がね喜んでくれました。その甥っ子の親である私の兄がね結構喜んでくれましたね。ですからそんな風にもね使えますから、ちょっと綺麗だしいかがですかね。まあそういうことでね、あのいろんないいことがありまして、皆さんもそのちょっとあこれはいいなっていう時に行動してみてください。私もね年末のあの YouTuber 講座にね、あやってみたいなと思ったけどちょっと時間的に難しいんだどうしよう、でも最後の年末の最後の講座に滑り込んだんですよ。よかった、あの時決断してよかったと思います。私のね YouTube 見てくれた別の友達がね、何でそれ作ってるのって言われて、あの Windows 標準でついてるビデオエディターだよって言ったら、
そんなソフトで、そんな簡単なソフトであんな動画が作れるのって言われて、まあ私の動画っていうか静止画だけどねって言ったら、動画に見えるよって言ってくれたんですよ。腕がいいのかなって思っちゃいました。まあそんな私の動画ですけど、皆さん見てくれて今日もありがとうございます。ではおやすみなさい。